後期お疲れ様でした。今回はね国立後期が終わった、えー、終わって発表までの間にこれ動画投稿できてると思いますので、えー、ちょっとね後期終わった、えー、皆さんのねぎらいの言葉を言わせてください、まあ、自分も,もうすげえ前ですけど、ね、一応国立後期組なので、えー、前期落ちてでやっぱそこからこう立て直して後期まで戦い抜くっていうのは 自分で言うのもなんですけど、すごいことだと思うんです。だって周りが浮かってイエーイってなってる中でさ、今、しかも SNS があんだけあるからさ、イエーイってなってる人がいっぱいいる中で戦い抜くんでしょ。で不安でしょうがないじゃん、やっぱり。それをやっぱりやりきったっていうのは、すごいかっこいい。 ことなのでま、まだね、発表来てないから、ほっとできないし、安心できないところもあると思うんですけど、まずは、すげえかっこよかったよっていうところと、本当にお疲れ様っていうのを言いたくて動画を撮っております。で、今ですね、まあいろんなこう心境の中の方がいると思うんですけど、ぜひですね、ぜひやってほしいことがある。それは、ダラダラしてください。めっちゃダラダラしてください。はい、もう本当に、頑張ってきたご褒美ですし、頑張ってきた ことがね、大きければ大きいほど、今、ダラダラしてるときに、すごい幸せを感じると思います。ああ、ダラダラって完璧だってなると思うんですよ。で、この、ダラダラ、ダラダラするっていうことに関して、ものすごいこう、快感を覚えるダラダラって人生においてほぼないんですよ。そこまで努力することってあんまないからね。しかも長期間だから、受験勉強って。なので、ここでね、一個ね、味わっておいてほしいというか、 この感覚の違いをぜひ、その、分かるというかね、理解するチャンスが1個あって、それが、ダラダラって、まあ普通に言うと良くないじゃないですか。ダラダラするで良くない風に聞こえるんですけど、次に繋がるダラダラと、次に繋がらないダラダラがあるんですよ。もの、ダラダラには、実は。 もう、だらだら言い過ぎて、ちょっと下が回らなくなってきましたけど。何かっていうと、次につながるだらだらっていうのは、だらだらしてることに本当に幸せを感じて、リフレッシュして、その終わった後に頑張る。つまり、次に頑張るためのだらだらタイムなんですよ。リフレッシュタイムになってる。でも、だらだらをしすぎるとどうなるかっていうと、自己嫌悪になるんですよ。ああ、だらだらしちゃったって。そう、やっちまったって。そうすると、だらだらしてる自分が、自己嫌悪の方に行くので、次につながらないんですよ。 そのダラダラした時間が足を引っ張ってくるんですよ。未来の自分を。ここの違いが本当に大きい。皆さん好きな食べ物なんです、ね、私はお寿司とかバサシが好きなんですけど、バサシ大好きですよ。大好き。もう毎食食べたいって思ってるけど、でも実際に毎食食べてたら飽きるんですよ。最初はめちゃめちゃ幸せで美味しいってなるんだけど、じゃあね、5回、10回ってなっていくと、うーんってな、うーんってなってくる。あんだけ好きだったものが。 だからそれも違いますよね。<laughs> 食べて幸福感を味わって、よし、頑張るぞって思うために、ね、物事美味しいもの食べたいのに。ね、食べてるうちに、あなんかもう、嫌になってきたって。いやいやいや。もったいないじゃん。その食べてるものに対しても失礼だし。なので、その時間、みんな今すごくね、時間のゆとりがある。本当はいろいろね、次につながるために頑張るべきになるかもしれないんですけど、もう終わった直後なので、もうダラダラしてください。ね、次につながるためのダラダラ。リフレッシュするためのダラダラっていうのを、 しまくってください。はい。っていうのを伝えたくてね、今 <laughs> 回撮らせてもらいました。あの、時間もったいないで手短にこの辺で、ね、終わりたいと思います。こんなに動画でダラダラ言ったら初めてかもしれませんけども、ぜひね、あの、発表前でね、すごくすごく不安な気持ちもあると思うんですけど、頑張ってきたこの事実、ね、この事実よ、結果じゃなくて、この過程の部分に、あの、ねぎらって、ご自身を、あの、いたわってあげてください。本当にお疲れ様でした。ではまた次回の動画でお会いしましょう。それじゃあ、またね。バイバイ。<laughs> お疲れ様でした。